ということでございまして、どうも9月でございます。ありがとうございます。そしてジャパネーズのあちゃです。モネです。ジャパネーズです。お願いします。ダダこねてるよ。ギリ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 ダダ、ね、大人のダダ大人のダダ怖いのよ。大人のダダと大人のオタフクが怖いのよ。確かに怖い。よくないからね。怖いものシリーズ、はいはい、ということでございましてですね、今回はご報告といいますか、うん、一個宣言がございまして、うん、今年ですね、2023年、うん、9月と、こちらお二人ジャパネーズの3人のユニットで M1 グランプリ出場します。ありがとうございます。寝坊工房で。寝坊工房ユニットで、ちょいちょいねコントやったりやってきましたけど、うん、そうね、なんか M1 出ようぜっていうキーに僕がなりまして、うん、LINE したところ、はい、ちょっと打ち合わせようとなりまして、うん、打ち合わせたところ、もう非常にありがたいことに、はい、ご快諾いただきましてやっていこう。決定しましたね。ございます。ありがとうございます。楽しみよ。楽しみ。うん。いや、ジャパネーズのお二人は、うん、漫才はやってたっちゃやってたけれどメインじゃない。な、そうね、うん、って感じですね。やってたけど、そうそう、もうここ1、2年は出てないよね、漫才。ああ、出てなかったね。そうね。で、9月は9月で、まあ、うん、ピン芸人なので、うんうん、まあ、漫才はまあ、ほぼほぼやってないという中なんですけれども、うん、いろいろね、修羅の道でございます。はい。M1 グランプリ。そうね。いろんな漫才師さんたちが1年かけて作り上げたネタを競い合う。うん、そうした時に、うん、やっぱり一番最初、うん、つかみ大事なんですよ。あー、そうね。つかみ。確かにね。ということで、この動画では、ちょっと M1 グランプリでやる漫才のつかみを考えようという企画をやろうと思います。なるほど。行きましょう。つかみ考えよう。僕らも一応つかみはあって、そうや、そもそものジャパネーズのつかみもありました、ね、はい、あ、ちょっとじゃ あのやってみましょうか。じゃ僕をマイクとしてもらってこうやってしてください。僕をマイクとして、僕をマイクとして、こうやって僕をマイクとしてジャパネーズやってたつかみは、はい、どうもジャパネーズです。お願いします。僕たち以外の顔と名前を忘れて帰ってください。逆転の発想、よろしくお願いしますいという、はいはいはい、これがあったんですね、はい、短くてちょうどよく、うん、はい、そうそうそう、収める、はいはい、そうよ、つかみは短い必要ある。 うん、そうよね。まず一応まあボケでツッコミですよっていうのもね、役割を表す、ね、そうそうそう、分からせるのも、はいはいはい。ちなみに僕ら3人でやるときですね、うん、一応今んとこ、うん、多分僕がツッコミになりそう、ああ、そうね、なるほど、2ボケ1ツッコミになりそうなわけですよ、ね、はい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 、ってことはそれを分からせた方がいい、うんうんうん、ちょっと右行こう、はい、お願いします。なんかこの3人だからこそのつかみなんだけど、はいはいはい、やっぱ身長差あるじゃん。なるほど。9月も大きくて、はい、俺らは極端にちっちゃいから、はいはいはい、やっぱまあこういう形になるな、うん、で出てって、はいどうもって出て行って、ええ、俺とアチャが、あれどこどこって言ってて、はい、逆っていう。普通は大きいのが、どこどこって言って、ここやここってちっちゃいのが言うけど、そう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 。っていうの、こねくりすぎだ。こねくりすぎ。あ、割とめっちゃベタかな。あ、なるほどね。あ、なるほどね。俺のこと見失うなってことだね。そうだから俺が考えたやつもそういう感じなんやけど、そうなんや、コンビやな。どうもーって出てきて、9月くんが、まあ、僕らはまあ身長ちっちゃいじゃないですか、やっぱそこ行くんだ。だから9月くんがザンギーフみたいにスクリューパイルドライバーして、スクリューパイルドライバーだっけこれ。ありましたね、技ありやつね。両ラリアットみたいな。あったあった、ずっと当たらんっていう。避けるからじゃない。それ4人目いりますよ。当たってないなっていうやつ。カルテとか。お前らっていう当たってないぞっていうやつ。時間のやつ。4人目いりますよ。あんま4人目がいるでってやっちゃダメ。そっか。そもそもの、はい、そのベーシックなやつ。はい、ベーシックなやつ。で、まあ顔と名前覚えて帰ってください。ああ、確かに確かに。まあまあね。なんかそういうベタをちょっと出したいっすよね。ベタを出す、僕が、例えば丸々する方で、僕が丸々する方ですみたいな、よくあるやつ ね。そう、なんか短く済むよね。はい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 。3人やから三段落ちっぽく、うん、なるほど、僕が厨房にいる方で、僕が風呂場にいる方です。じゃあベランダ
これ祭りを決めるわかんないな、掃除の担当みたいな、どうして欲しかったの、朝のコールが見えなかった、誰もリビングにいないあ、でもこれ良くないですか、ちょっとなんか名乗り上げたら順番多分できますよ、また同じように。あ、そうかそうか、どうもどうも、レボ工房です、お願いします、お願いします。僕がコーラを買う方で、僕が、サイダーを売る方で、取引先の人です。わけわかんない、わけわかんないですよ嘘ついてしまった最後だから買うと売るって何も言えないんだジュース漫才かと思って、そう、それに関係あるんで出なきゃいけないそうね、あ、でもいいですね、なんかもう一回お願いします、なんか、はい、どうも、寝坊工房です、お願いします。僕がお賽銭を入れる方で、はい、僕があのガラガラっていう鐘を鳴らす方で、あ、僕が、願いを叶える方です、お願いします、お願いします。あ、でもなんかこれ できたとてですねただのゲームだった、今うまくいったけどうまくいったからって掴みにはなってないよくわかんないけど、掴んではなかった、ちゃんと当てはめただけだったし、キュッと入ったよね、あったあれじゃない、そのやっぱ寝坊工房っていう、はい、鳥を名にちょっとかけるみたいな。ああ、なるほど。工房って言って、まあてか、なんかなんかこう、例えばどういう、はいどうもーって言ってるけど、あちゃずっとカーって寝てて、起きろって、はぁ、あ、寝坊工房って、ああ、なるほど、ね、寝坊とか、はいはいはい、二人とも寝るとか、ああ、そうか、みたいな、グースカグースカってやってて、ここさ、ピッて止まって、起きろ起きろって言うの、あー、寝坊してた、怖え、ちょっと、クヨシーちゃんのミサイルの感じで、ちょっとその導入だけいいですか、どうも起きろ寝坊工房です、こんにちは。ツッコミならわかるね。あ、そうね。しっかりしてる。けど、怖い。なんか絵的に解決ぞろりで、はい、豚のやつ、うん、イノシシね。イノシシみたいになりたいな。ゾロリ、コムになった。ゾロリ、こんなんやってた。ゾロリ、こんなんやってた。あ、かーじゃなくて、どうもで、みたいなのどう？どういうこと言うの？ね、寝落ちするところをもう見せる。うん、ああ、そう。だんだん寝ていって。頑張っていきましょう、みたいなことを言いながら。なんか、それワンシステムだけでネタできるじゃないですか。あ、下手したら。あ、だから僕が頑張っていきましょうって言ってたら、うん、寝て、うん、定期的に起こすっていう。面白いんじゃない、起こし漫才、面白いんだよ、起こし漫才、ちょっとやってみましょう、どうもよろしくお願いします、寝坊工房です、ね、漫才の方ね、頑張ってやっていかなきゃなと思ってるんですけれどもね、僕ら普段はね、別々の僕ピン芸人で2人が、コンビで、起きろ、やってるんですけれどもね、まあ、楽しくね漫才の方やらせていただけたらと思うんですけれども、今日はね初めての方もたくさんいらっしゃると思いますからね、まずおのおのね個人名だけでも、覚えてくださればと思うんですけれどもね、僕が9月と言いまして起きろこれさ、寝るオードリーさん寝るオードリーさんやりながら若林さんだなって思う、そしてほぼ漫談確かに寝るオードリーさん確かにね、あ、でもなんか寝るくだりみたいなのはどっかで入れてもいいのかもしれないですね、うん、あれ、べっぴんさんべっぴんさんとかっていうのは掴んだ後にやったっけじゃない、普通は掴んだ後はね、地方はそうだと思います、一発目じゃないよね、うん、そうな、しべっぴんさんのやつも あれ大体一つ飛ばしたから3人でるじゃないですか、うん、こっち側が3人の時多分なんかあんまやんなくないですか、うん、3段落ち多分こっちで作った方がいいからみたいな、はあはあはあ、そうね、うん、だから例えば3人の中でわかんないです、べっぴんさんべっぴんさん一つ飛ばしてべっぴんさん、いや誰や、なんでもないですよ、なんでもないこれもなんか漫才ボケてやるじゃん、なんでもないなんかボケてやるボケて切れるやつ面白いボケてから切れるやつ面白いね、
何やねん。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 ちょっと、それ、一回やってみますね。一回ね。どうも、よろしくお願いしますね。お願いします。いやね、最近ね、だんだん暖かくなってきましたけれどもね、こんなにね、暖かいとね、もう夏になったらね、もう逆にマイナス50度になるんちゃうか、ね。うん。なや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 、もう。スーパーパワハラや。スーパーパワハラって言うんだよ。見たことないな。めちゃくちゃ小山の大将。何これ、見たことない。どういう関係性なんやな。分からんな、こいつら。すごいな。でもいろいろね、できそう、ありそう、できそう、おもろそう、面白そうということで、うん、今出てきたのが採用されるのか、はい、されないのかはさておき、ね、寝坊工房、僕ら3人の M1 グランプリご期待ください。はい、お願いします。